初球打ち、いい角度で上がっているぞ。しかしボールに伸びはありませんでした。センター金子のグラブの中、ロッテのペースにまた引き込むことができます。ここは高々と上げました。今日は風ほとんどありません。どちらでしょう、サードかショートか。ショートに任せました。藤岡雄大取っています。安田選手の表情から何を伺えますでしょうか。いやもう完全にもうサードフライですからね。はい、ただまあそれはまあ上見ていきますから、まあ絶対この全員が取りに行くっていうところの姿勢はね必要なことではありますけども、はい、安田からするとそこまで来なくてもっていう。OK OK 言ってますもんね。はい、というところでおやという何か俺信頼ないのかなっていうような。今のは普通転んでなくて2塁投げてたら危ないボール、もしかしたらセーフになったボールですから、あ、逆に1つ取れたのでもう正解だと思いますね。はい、確かに1対1のチャンスが、はい、シュート振り切っていったか。どうだ、もう伸びないか。最後杉谷足を止めました。掴んでワンアウト。これは高く逆に上がりすぎましたか。まあ、これ札幌ドームで、はい、ファイターズは助かったというところじゃないですか。うん、ね、うん、いや本当に、あ、この顔になってしまいました。ああもう、おっとひっくり返るぐらいの大きなスイングになりました。やりたいですけどね。真ん中、この後打ち上げたか。井上はカメラマン席でした。リアルですね、リアル。おおお、迫力満点です。今バットを変えますか。田中が4本持ってきましたね。結構ある、ね、好きなのどうぞみたいな、ね、ライト線のあたりでおっと激突しましたがまだ取れません。風でかなり流されたかもしれません。今日ライトには和田が入っています。8番ライト和田です。これで高めのボール手が出ました。空振りの三振です。インコース、うーんと引っかかりました。ちょっとこの右バッターのアウトコース、左バッターのインコースが2回ぐらいからですかね、ちょっと引っかかる。うんうん、まあ、人数の関係上、はい、僕は2010、はい、これ変化球うまく捉えてレフトへのヒット、またランナーが出ます。うっとちょっとレフトボールを前にこぼして2塁へ向かいますが、これはアウトだ、うん、これは助かりましたね。おっとこれボールが弾んで今お客さんの席まで、はい、
問題はなさそう。ヘルメットだよと、まあ、いやでもヘルメット上からでもやっぱり当たってますから、まあ、痛いですね。ピッチャーの悪送球が今記録されました。投球じゃなくて送球なんでスピードはそこまでないですけど、まあ高級ですからね。危ないですよね。あと結構まだ上の方でしたね。あー右打ち1ミリ間破った。さあ俊足の佐野、福田周平との肩の勝負、スライディングセーフだ。 T 岡田はセカンドへ向かってセーフだ。少々のボールでもね、今打ち行きましたし、はい、強い打球でしたよね。でもそれで帰ってこれるんですから。そうですね。そしてこの大下の表情もいいですね。いいですね。もう一本欲しいという今日のバッターボックスです。ファールボールには十分気持ち良い。山口さん、残り10試合ほどで追い込まれている吉田。逆方向、この打席はサードゴロでした。吉田です。今日は3打数1安打。ゲームセット、最後増田抑えました。楽天敗れました。あと一歩楽天及ばず。今のヒットでライオンズも10本目のヒットが出ました。ああ松井が、松井が今ブルペンに走っていきましたけども、何か前のピッチ今投げた津崎君の荷物を持って行ってると思います。そういうことですね、はい、ということは交代の線が高いってことですかね。いやそうじゃなくて、ある程度マウンドに上がったピッチャーのものは、はい、その下の例えば若い選手がベンチまで持って帰る、はい、運ぶんですね、はいはい、はいはいはい、それを忘れたのか。あほほほほ、まあ、辻谷君ルーキーですからね。うん、もう一回来ましたね。今度誰の取りに行くんですかね。松井裕樹スタート。おっとこれはただ挟まれてしまいました。これでアウトになりましたか。コースから離れてしまいました。ちょっと興味ないですよないですよと見せかけてでしたけど、立山さん一気に行こうとしましたけどもね。ちょっと分かりやすすぎたというか、今のだけリードが2本大きかったですから。全然違ったんですよね。可能性の、ね、抑えられる可能性の高いピッチャーをこう突き込むのはなかなかね。ランナー一気に行きます。2人添えず進塁に三塁。ドームでの試合も今日合わせて残り2試合となっています。今日はハロウィンの日に迎えているゲット。おっとと、やはりいましたよ。あいいましたね。トリビュートでしょうね。はい。右側の青下がね、一瞬ちょっと岩本に似てたんですよ、ね、顔が。あ、そうですか。びっくりした。まあ佐野がスイッチヒッターですけれども、まあ、佐野も右バッターとして考えると、もう7人。7人が右バッターという、ね、並びになっています。ベンチの声よく入ってくるじゃないですか。今面白い言葉飛んでたな。大下ですか。いやあれ大下じゃないか誰か分かりませんけどもね、はいはい、具体的な言葉が僕の耳に入ってきました。今2ボールになった瞬間にね、はい、おそらくオリックスベンチからの声だと思うんですけども、はい、様子がおかしいってそうですか。わざとみんなと違う声色で届くように言ってるんですよ。もう7人、7人が右バッターという1塁で次がメヒアです。そしてダイソーが送られますね。熊代が1塁ランナーです。さあ辻監督もピッチャーそして野手というところでも勝負手を次々と打ってきます。リスケさんのコールはありましたよね。確かに何か声を発するようなジェスチャーをされていましたが、ダイソーはついてますよね。中村武のところ ね、はい、打ち上げました。ファールゾーンからスタンドに入ります。ただね、この代打っていうところでは、はい、やはり一塁ランナーがシュートっていうところで、本当にこうまっすぐで来てくれて今振りに行きましたよね。マリリング